1997年、宇宙船コロンビア号から銀河少年隊の歌声が真っ暗な宇宙空間に向かって響き渡りました。銀河は星の海、星の中から生まれ出た。僕らは空の子、広い宇宙の子。走れロケット、光を越えて。ロップロップロップ銀河少年隊長。幼い頃テレビを見ながら坂本九ちゃんと一緒に口ずさんだ土井隆雄飛行士の声でした。終戦後の混乱期に焼け残ったたった一体の糸あやつり人形を大切に保存しながら古い日本の伝統芸を守り通してきた結城孫太郎さん、後の武田三之助さんの人形にかける熱い思いが生んだもの、それが武田人形座誕生の源でした。武田千之助さんは人形浄瑠璃の盛んだった長野県伊那谷の生まれ、幼い頃地元へやってきた九代目結城孫三郎一座の公演を見て大好きだった人形の世界へ入りました。そしてもう一人、今度はその千之助さんの舞台公演を見た東京帝国大学、今の東大の学生だった木之助さんが一座に加わります。結城孫太郎一座は1955年武田人形座と名を変えます。武田座は江戸時代に大阪道頓堀で生まれたからくり芝居を得意とした操り人形の名門でした。長い間途絶えていたその武田座の名跡を川竹重俊、徳川無生など多くの知識人の後押しを得て復活させたのです。それは日本の糸操りの伝統の技の復活へのスタートでもありました。同じこの年、武田人形座の糸操りは東京都から無形文化財の指定を受けています。だが当時まだ糸操り人形は寄席やお座敷芸としか見られてはいませんでした。出し物は浄瑠璃を中心としたこうした昔ながらの古典物がほとんどでした。一座を支えるために進駐軍周りのショーや戦後日本で初めてともいえる全国的な規模の学校公演を精力的に行いながら人形を作る資金を蓄えたのでした。同じ人形であっても日の当たる場所を歩んできた文楽と違って日陰に生きてきた糸あやつりには古い資料はほとんど残っていません。参考にしたくても人形もありません。武田人形座にとっては糸あやつり人形の伝統を生かしながら新しい世界を作ること、古く良きもの、新しく良きものへの挑戦が始まりました。新しい活動のためにはまず人形の頭がなくてはなりません。ふとしたきっかけで木之助の非凡な才能を発見した千之助は頭を作ることを勧めます。それは幼い時から浄瑠璃をはじめ古典芸能に親しみ演劇への興味を持ち続けた木之助にとって天の時の到来、密かに育んだものの芽生えの時だったかもしれません。1956年、宝島の海賊ハンズの頭は航風会工芸展に入賞。1959年、ことぶき武田三馬荘の人形が日本伝統工芸展に入賞するなど、その隠れた才能は徐々に花を開き、以来、木之助は人形師として30年間に2600体に上る人形を作ることになります。糸操り人形を作るにはさまざまな勉強が必要でした。頭をどう作るか、頭や手足に塗る塗料の問題、糸の長さなど研究課題は山ほどあります。一座の公演の傍ら、千之助はあちこちの著名な職人さんを訪ね、さまざまな伝統・伝承技術の教えを請いました。歌舞伎の小道具で有名な藤波小道具さんでは、いかに軽いものを作るかを学び、
宮沢造花店では小さな花びらを作る時に使うさまざまな大きさの焼きごての中から人形に一番合った大きさの焼きごてをあつらえるなど、そうして学んだ日本古来の職人さんの技を人形作りに生かし、武田人形座独自のものに仕上げていったのです。人形の頭や手足に塗る塗料五分の塗り方を覚えたことも大きな収穫でした。やがて1952年に始まったテレビの時代、糸操り人形にも出番がやってきました。少年太閤記、西遊記、宝島など木之助の作る人形たちは多くの視聴者を引きつけました。コブの飛び出る人形、涙を流す孫悟空、花提灯の男、目玉の飛び出るものなど人形とは思えない表現も人気の的です。だが問題は人形を操る人たちの育て方です。今までのように長い時間をかけてはいられません。千之助は一つの速習法、短期間に操ることのできる方法を考案します。糸操りの基本的な動きを覚えながら短い糸から長い糸への操り方を習得するのです。糸の長さは変わっても同じ速さの動きが要求されるのですから大変です。メトロノームを使っての繰り返し繰り返しの稽古が日本で初めての糸操り専門の稽古場武田連城で続けられました。高い足場の上から3メートルにもなる長い糸を使うという難しい操り方を人形が好きで集まった若い仲間たちは確実にマスターしました。千之助苦心のメソッドが生かされたのです。テレビの番組にはたくさんの人形の数が必要でした。人形作りは初めから終わりまで全て手作りです。工場で作るわけにはいきません。出番の多い主役の人形は場面転換や衣装替えなどもあって一つの番組に何体も必要になります。そのために吹き替えという別の同じ人形を作るのです。同じものを作るためには型を作って量産するほかありません。テレビという忙しい仕事の中で新しく習得した人形制作と操り方の技術が見事に生かされ武田人形座独自の力となって伸びていったのでした。テレビの仕事と並んで舞台での活躍もありました。1957年初めて芸術祭に参加した作品ゆきんこが奨励賞を受賞。続いて1966年の鶴の笛の受賞は糸操り人形が単なる子ども向けのものではなく芸術性の高いものであることを示したのです。木之助の作った人形の数が1000体を超えた1961年、東京白木屋、今の東急日本橋店で木之助人形展が開かれます。木之助の人形は多くの知識人たちから高く評価され、その一人作家の安藤鶴夫さんは木之助人形と名付けてくれました。人形師木之助の誕生です。武田人形座発展の源は三之助の守ってきた糸操りの伝承技術と斬新なプランを練りアイデアを考える千之助、そしてそれを実際に生かして制作する木之助の学問が生きた人形作りが全てでした。三人のそれぞれの力が発揮され武田人形座は古い日本の伝統芸をしっかりと基本に置きながら奇跡ともいえる糸操り復活への道を可能にしたのでした。民間放送に続いて NHK の放送にも多くの番組が登場するようになります。宇宙船シリカ、
銀河少年隊、黒姫物語、ゆり若、空中都市008、プルル君。こうした番組の人気は木之助人形の素晴らしさとともに、星新一、手塚治虫、小松左京など当代一流の原作者の協力と、そして口の聞けない人形に言葉を与えた声優さんたちの力も見逃すことはできません。子ども向けのテレビ番組のほか、以前から行ってきた大人のための楽しい舞台公演も引き続き行われました。宇宙人から虫に至るまで数々の人形を作ってきた木之助は、レビューの踊り子さんたちを嫉妬させるほどの怪しい魅力にあふれたヌードの人形も作ったのでした。一流の出演者との共演、人間国宝級の人たちの協力は、武田糸あやつりの蓄えた力への深い理解の賜物といえます。1968年、明治100年記念映画明治春秋が御所平之助監督の手によって作られます。新しく工房の隣に建設した世界で初めてともいえる糸あやつり人形専用の映画スタジオを使っての作品でした。続いて1970年、市川崑監督が大阪万国博覧会のために鶴を制作。市川監督とはかつて結城孫太郎一座時代、師匠孫太郎の演じた道成寺物語という作品を監督昇進の時に作っていただいた縁がありました。住友児童館に集まった内外のお客さんたちは、映画と並行して生出演で演じられた鶴の旗織りシーンの演技に称賛の声を惜しみませんでした。万博会場の鶴の公演は当時の皇太子夫妻にもご覧いただき、学生時代人形劇サークルに在籍されたことのある妃殿下からは熱心なご質問もいただきました。武田人形座はやがて海外へも出かけていくようになります。訪問先は世界中のほとんどの国でした。操りの緻密な技術とともに、木之助人形の美しさに外国の人々は目を奪われます。世界のトップクラスの演劇人が集まるスコットランドエジンバラの芸術祭には、初めての人形劇シリーズとして招かれ公演を行いました。日本の伝統技術をここまで短期間に成長させた武田人形座の底力は、世界人形劇人連盟、通称ウニマの会員たちからも高く評価され、世界の会長候補として千之助を推挙するほどとなったのです。海外で得たものは大きなものでした。中でも長い歴史を持つヨーロッパの国々で見た子供たちを育てる人形劇の役割をひしひしと感じた千之助は、撮影スタジオを開放して母と子のための公演を始めます。長い間大人のための人形劇で蓄えた技術を生かし、日本の伝統芸を守り育てるためには、子供たちにそれをしっかりと伝えること、それが一番良い方法だと信じてのことでした。地元の東京足立区の人々は武田人形座のこうした活動に共感し、新しくできた竹の塚ホールに糸操り専門の素晴らしい劇場を作って、青少年育成の夢を託すようになります。理想的な収容人員、糸操りのための最高の機構を備えた舞台ホールは、伝統の糸操りを守り育てた武田人形座の技が生かされる場所でした。木之助は自分で人形劇の脚本を書き、人形を作り、それを操ります。演出は千之助、
武田人形座は最盛期を迎えます。1978年、わらべ歌夏冬の公演は厚生省から児童福祉文化賞を受賞しました。1979年8月末、その竹の塚ホール橋弁慶の公演が一座の至宝、人形師武田紀之助の最後の舞台となります。自宅への帰り道で紀之助は3000体近い人形を残して56歳の若さでこの世を去ります。10年後、1986年エジンバラ芸術祭参加の後、主催者の千之助もまた病のため引退。武田人形座30年の歴史の幕も降りることになりました。紀之助の残した多くの人形たちと千之助が生涯をかけて収集した糸操り人形のさまざまな資料数万点は、1988年千之助の故郷信州飯田に里帰りし、飯田市の協力によりここに永久保存されることになったのです。武田人形座の歩みを手短にお伝えしました。